白エビは、沖エビ科に属する、エビの一種、桜エビと同様深海に生息する小型種で、富山湾沿岸では食用に漁獲される。白エビ、ベッコウエビ、平田たエビなどの別名もあるが、標準和名の、白エビは、クルマエビ科の一種メタピーニアープシスラタに当てられていて、エビの分類上でも全く別系統の種類を指す。さらに方言故障での、白エビは、地域によって異なり、 戦海で漁獲される、ヨシエビ属諸種や、スジエビ類、白田エビなどを刺すことが多いので注意を要する。唯一魚場を持つ富山県では、一般に、白エビと呼ばれ、沿岸地域では、平田エビと呼ぶこともある。1996年に、富山県の魚として、ブリ、ホタルイカと並んで指定されている。体長50から80ミリメートルほどで、桜エビよりも大きく、 やや左右に平たい体型をしている。画角,角はないが、複眼の後ろに小さな棘があり、尾のにも小さな棘がある。体色は、無色透明でわずかにピンクがかっているが、死ぬと乳白色になる。和名はこの体色に由来する。桜エビによく似るが、桜エビは、メスが放乱せず受精卵を海中に放つ、ネエラアモクに属するのに対し、白エビは、 メスが卵をハラシに付着させて保護するホーランアモクに属する。種商名やポニカの通り日本沿岸の固有種で、日本海側では、富山湾、太平洋側では、沿州灘、駿河湾、相模湾に分布する。ただし、白エビの商業漁獲が行われるのは、富山湾のみである。深海で群れを作り遊泳する。昼間は、水深150から300メートルにいるが、 夜は水深100メートル以線まで上昇する日周延直運動を行う白エビ亭の白エビ天丼白エビの唐揚げ白エビの軍艦巻き食用に漁獲されている富山湾では神通川や昭川が流れ込んだ先にアイガメと呼ばれる海底国がありそこに白エビが集まっているため商業捕獲が成り立っている生のものは痛みが早く 富山湾以外ではまとまって漁獲できないため、以前は富山県周辺でしか入手できなかったが、21世紀初頭には流通網や冷凍技術の発達により生身での流通もある、程度可能になった。殻を剥くのが難しかったのだが、一旦冷凍すると素人でも剥きやすくなることが、分かってから食材として見直され始めた。手向きと機械向きがあるが、 手間がかかるが全社で向かれることが多い。透明で美しい姿から富山湾の宝石と呼ばれている。出汁に使われることが多かった。特にそうめんの出汁を取り、そのまま一緒に食べるのが好まれた。また桜エビの代用として、食紅で着色し干物にしていたこともあった。現在も干物はあるが、一般に白エビと称して販売されている。新鮮なものは甘みがあり、寿司だね。 天ぷら、吸い物、エビ団子、昆布締めなど様々な料理に用いられる。岩瀬の正月などの料亭で供される。福団子は、1個で200匹ものエビを使って作られる。丁寧に皮を剥き、身を包丁で叩いて、片栗粉と塩を混ぜて団子にし、炭火で焼いたもので、もっちりと香ばしい。富山県では、古来から食べられてきたマスの寿司や、昆布巻きなどくらい、金沢市など、 石川県でも白エビを利用した料理がよく提供されている。寿司、天丼など、富山県と共通する料理の他に、白エビコロッケなどもある。日本産の白エビ族パシピアには以下のような種類がいる。ありがとうございます。